あ、いらっしゃい。お茶をね、飲んでもらうように設計してこのうちも作ったんですがね、入ってくればもう即玉露園が見える、そういうデザインというか、植物とお茶と人ということは人もお茶も同じではないか。茶花の中へこうお茶席というか、ここでお茶を飲んでもらったら気持ちがいいと思って作ったですがね。